では、次、ディスカッションになります。今日は、食の欲求の話。まあ、欲求というと、マズローの欲求5段階説で聞いたことあるか。授業でもなんか聞いたことあります。まあ、一番ベースになってくるのが生理的欲求、生命の維持ですね。で、その次に安全の欲求、身の安全を守っていきたい。で、その次は所属と愛の欲求、他者と関わっていきたい。で、その次は承認欲求、自分を認めてほしい。で、その次は自己実現の欲求、創造的活動をしていきたい。というような、まあ、5段階が仮説されています。で、まあ、この下になっている方が、まあ、基本的な欲求で、で、まあ、基本的な欲求から順に満たしていくっていうふうに考えた方が、まあ、分かりがいいとされています。そうじゃないこともあるからね。まあ、その、まあ、基本ルールにのっとって、生理的欲求から考えていければいいのかなと思いますね。さて、このマズローの欲求5段階説と、嚥下機能検査、まあ、嚥下診断というのを重ねてみるとどうなるのか。まず、窒息肺炎の回避ということを欲求として考えるとしたら、宮本君、どこに入ってくるかな。生理的欲求か安全な欲求のところに行そうだく。ね。まあ、窒息肺炎の回避っていうのが、まあ、生命の危機であるという説明をそのまま引っ張ってくると、まあ、生命の維持をしたいということで、生理的欲求に入れていいのかなというふうにも思いますね。この辺はですね、場面によって変わってくるので、猫と君の言っていた安全の欲求が生理的欲求ということでいいかと思います。では次に、低栄養の回避っていうのはどうなってくるか。どこ入ってくるんですか。微妙だよね。どのぐらいの低栄養かにもよるんですね。ただまあ、先ほど話してたような、まあ、十分な栄養には届いていない。ということで考えるとどうなるのか。すぐに対応した方がいいと思うので、生理的欲求。そうだね、生理的欲求に入れるべきかもしれないね。あるいは、日本人って同時代身長低かったっていうのは聞いたことある。150センチ台、成人男性ね。だから、お家がちっちゃい。言うんだけど、あれ、理由はね、江戸時代って日本の有史以来一番一日の摂取エネルギー量が少なかった。縄文時代よりも少ないんですよ。それで身長が伸びないよね。まあ、そういうような慢性栄養状態にあるっていうことから、まあ、餓死者も出やすかったし、また能力的にも発揮しにくいわけですね。まあ、生理的欲求であるとともに、安全の欲求、身の安全を守りたい。まあ、今のままだとやばいよねっていうレベルでの、まあ、欲求かなというふうにも思いますので、安全の欲求または生理的欲求、この下の大事なところに書いていますね。じゃあ次にですね、嚥下障害の治療をしていると、まあ、一人で食べるのは嫌だって 食堂行ってみんなと食べたいっていうのもよくあると思うんですよね。その人と一緒に食べるっていうのは、どこに入ってきますか？ちょっと前に。そうね、所属と愛の欲求。ね、なんで一人で食べられないのとか思う人も中にはいるかもしれないけど、これは欲求だってことだよね。まあ、人と一緒に食べることで、まあ、安心するところっていうのがあるわけですね。で、また、まあ、愛の欲求ですので、
単にこうグループに所属しているだけじゃなくて、自分と非常に近しい、愛情を持っているような人たちと一緒に食べるっていうことも大きな欲求になってくる。まあ、私も以前在宅で見てた人が、家族と一緒に食卓が囲めないのが嫌だと。外で食べてるとそれができないんだっていうので、拗ねてた人がいるんだけれども、ご家族と一緒に考えて、食卓の横に寝て食べれるスペースを作って、一緒のスペースで食べれるようにしたら、ニコニコとたくさん食べてくれるようになったりしたり。そういう欲求に対しての対応方法として、それが所属単位の欲求なんだというふうに思えば、比較的重要な欲求なんですね。先に満たしていくべき欲求の一つってことになってくるかと思います。次に好きなものを食べる。持ち食わせてくれ。刺身が食べたいんだとか、そういう好きなものを食べるという気はどこに対してますね。これもなかなか難しいところで、マズローの欲求の段階説っていうのは、この後の展開もあってですね、心理的欲求だとかっていうのが横にくっついてたりするんです。いわゆるこういった、生きていく上でのカテゴリーと別のところに、美味しいとか、美しいとか、そういうカテゴリーがあるんですけれども。でも無理に当てはめてみると、僕は承認欲求に入れてもいいのかなと思っています。美味しいものを食べたいって言ったときに、それに対応してもらうと。僕はこんなのは好きじゃないんだって言ったときに、対応してもらうことで、自分を認めてもらえている、自分の、意見を聞いてもらえているというので安心して食事ができるという側面があるかなということでですね、承認欲求に入れてもいいのかなというふうに考えています。さて、そう考えてきますと、食の本質というのは安心して十分な栄養を愛する人たちと共に美味しく食べるというふうに言うことができるかもしれないです。こういった本質、欲求を持っているんだと。で、重要度の順番というのが、この順番。安心、つまり安全に食べる。そして、十分な栄養を取る。で、愛する人たちと共に食べる。そして、美味しく食べる。ということですね。こういった順番を守っていく。ということも大事かなと思います。一般的にはですね、この欲求っていうのが、この重要な順番に出てこないっていうのがよくありまして、で、どうしても承認欲求から出てきてしまって、自分はこれを食べたいんだっていうことを強く主張する人も多い。それはどういう状況なのかっていうと、自分がこのままでいると死んでしまうよと。窒息するよ。肺になるよ。栄養取れなくてどんどん弱るよ。ということについて、現実に思って推測ができない。未来予測ができない。あるいは、そこについて守ってもらえるというふうな甘えが出る。そういった局面において、自分の食べたいものの欲求が先に出てくる。ということになってくるかと思うんですね。で、未来予測っていうのは動物にはできなくて人間にしかできない技術だという説もあるんですね。で、つまり人間らしさでもある。で、人間らしさが抑制されている場面っていうのはそこそこあるんだよね。病気で体調が悪くて頭が回らない。あるいは脳血流が落ちているだとか、認知機能が低下するような状態であったり。というのは、人間らしさを発揮できないような時になっていることがある。そうすると、自分がこのままでいるとどうなるのかっていう予測は立たないので、そうすると、生理的欲求も安全の欲求も承認欲求もみんなごっちゃになるんですね。そういうふうにごっちゃになっている時っていうのは、善意の第三者が整理をしてあげる必要が出てくる。で、その整理したことについて、
まあ、説明してあげたり、あるいは、まあ、説明しても理解ができないような場合には、工夫をして、極力本人が受け入れられる形にしながらも、要求の順番を守って、安全性を担保しながら、進めていくようにするということですね。ここまでがディスカッションになります。